元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、合気道の戦前の内弟子のお一人でございます、杉野義夫先生をご紹介させていただきます。さあそれでは早速お届けいたしましょう。今回はですね、戦前の内弟子、杉野義夫先生でございます。あのひげがね生えていた、まあ、ちょっと華奢な感じがするね、おじいちゃんでございました。私が会ったのは一度だけ、お見かけしたという程度なんですけれどもね、ああこの人が杉野さんかというそんな感じでありました。その杉野先生なんですけれども、まずですね、特筆すべきはですね、柔道の腕前。元柔道家なんですよ。で、22歳で柔道場を作った先生なんです。さらには香取神道流を学んで、これも海外で教えた先生、合気道も教え、そして香取神道流も教えたのがこの杉野義夫先生なんです。で、杉野義夫先生は、まあ、その後ですね、大先生から槍を教えに来てくれというふうに言われてるんですよ。香取神道流というのは総合武術なんですね。その中の一つに槍があるんです。槍を教えに来てくれと言われたんですが、もう、終戦間近ということもあってですね、教えに行くことができなかった。で、後ですね、また大先生と再会をした時にですね、吉祥丸先生がね、この杉野先生のもとに通ってですね、その槍の修行をしたというふうに聞いてます。まあそういう先生です、簡単に言うとね。で、その杉野先生なんですけれども、少し細かくねご案内をしていきますね。まず柔道の腕前がすごい、この方は、抜群初段という初段を取りました。ただの初段じゃないんです、抜群初段っていうんです。今ここに出てるかな、字がね、抜群初段っていうんです。抜群に強い、抜群に優れているという抜群初段っていうのは取ったんですって。これ数名しかおらんそうですよ。これを取りまして、なんと初段から4段までね、紅白戦も含めて試合では一度たりとも負けてません。これがすごいところなんです。で、当時は試合に出るのは四段までだったんですって。ですから初段から四段になるまでの間、一度も負けてないと。で、杉野先生が2段の時に、望月稔先生は初段、望月稔先生が2段になるとこの杉野先生3段で、望月稔先生が3段になると杉野先生4段と、一度も抜かれたことはないと言ってましたね。ということなんですよ。まあ共にね、柔道家なんですけれども、柔道からまた合気道を学んだというね、素晴らしい先生のお一方でございます。その杉野義夫先生、その抜群初段を取ってですね、4段までの間は一度も負けてないという、その先生がなぜまた合気道に移っていったかということなんですが、ある紅白戦がありました。その時に杉野先生はもう4段でございました。で、相手がですね、まあ、投げを打ってきたのを空中でですね、投げ返したんですよ。当然もう1本と思ったんですが、判定は技ありなんですって。当時は今のように2人も3人も副審がいないんですよ。ですから1人しかいなかったんですって。そのお一方が何を見損なったのか、確実に1本であろうという切り返し技が技ありと取った。これで憤慨して、もう競技はやめようと思ったんですって。それでやめちゃったと、競技はね。あとは教える方に入っていったそうですよ。その後杉野先生は、古流の柔術を学びました。これにはですね、たくさんの関節技があるんですよ。肘だけではなくてね、手首であってもそうですね、足もそう、首もそう、さまざまな関節を決める、そういったものも学んでいきました。そして杉野先生といえば香取神道流でございます。香取神道流も学びまして、海外で教えるまでに至ったんですね。この腕前たりやすごいです。でですね、じゃあ香取神道流をなぜ学んだかということなんですけれども、まあこれは柔道に関わってくることなんですが、加納治五郎先生いますよね、柔道の父でございます。加納治五郎先生が、古武道研究会というのを講道館の中で作りました。その中の一人にこの杉野先生が入っている、確か富木先生も入っているはずです。この古武道研究会を起こすにあたりまして、香取神道流を学べと講談社に言ってるんですよ。で、あれってちょっと思ったんです。確か赤澤先生の時もそんなこと言っとったなと。赤澤先生は加納治五郎先生が鹿島神道流を学ぶにあたって王先生との交流があったんで、王先生もじゃあ我々も鹿島神道流を学んでいこうじゃないかという動きの中で鹿島神道流を学んだと言ってたんです。杉野先生の言葉を借りると、加納治五郎先生が
香取神道流を学んでいこうということで、香取神道流を古武道研究家の中で研究者と言っている。あれどっちなんだろうと思ったんですね。もしかすると両方、加納治五郎先生は香取神道流も鹿島神道流も学んでいったのかもしれない。でその中の鹿島神道流を大先生学んでいったのかもしれないけれども、あの大先生のことであれば両方学ぶんじゃないかなと思ったんですね。私の記憶が間違っていたらごめんなさい。大先生は鹿島神道流を学んで香取神道流を学んでないんじゃないですか。間違ってたらごめんなさいね。間違ったら言ってください。野球進化系で学びました。鹿島新通りを学んでますよね。うん、もしかしてどうでしょう。香取新通りも学んでるのかどうなのか、ちょっと教えていただければと思います。ということで話を戻しますと、香取新通りを学んでいくんですよ。その杉野先生は。で、杉野先生曰く、香取新通りは総合武術って言うんです。柔術がある。手裏剣もある。薙刀もある。槍もある。両刀もある。小太もある。剣もある、棒もある、居合もあると、総合武術。昔はね、分かれてないんですよ。総合武術なんです。ですから武芸十八般って言われたんですよ。そういった時代なんですよ。で、この杉野先生は、香取神道流を学んでいきました。さて、まあその後ですね、その有名な大先生の演武を見た加納治五郎先生の一言。これぞ本物の柔道だ、柔らかく、あの言った言葉に影響されて杉野先生も講武館に入門されたのが昭和7年でございます。で当時はね、本物を教えてくれないんです。見て学ぶんです。真似て学べ、こういったスタンスだったそうです。本物は決して教えてもらってないって言うんですよ。なぜならば大先生はいつも口酸っぱく言われていた。技は盗まれる。ですから演武でも本物は出してません。盗まれる、盗まれるイコール命を取られる可能性があるってことですよ。そこまでやはり用心に用心を重ねていったんです。昔の武道家はね、そういったものなんですよ。ですから本物は教えてくれない。チャカチャカチャカってやって高座で終わりなんですって。あとは自分でそれを学ぶ、研究するってことです。ですから今の人たち、私も含めて恵まれてんの。あそこまで懇切丁寧に教えてくれるんですから。私の時代もですよ。で教えてはもらえませんでした。いや質問するなって言われたのよ。質問するな、これ先輩に、師範には質問するなって言われた。なんでと思ったんですよ。山ほどあったのよ疑問点が。でも質問するなと言われますから、自分で考えなきゃいけない、こうこうこうかなってたくさん間違いを起こすんですよ。まあそれが修行なんでしょうね、きっとね。そして一つ一つ上がっていくわけですよ、ステージをね。まあそういったものなんですね、武道っていうのはね。ご多分に漏れず、やはり杉野先生もそうおっしゃっておられました。ただやはり大先生の技ってすごいんですって。で大先生はね、剣、合気道がね、剣から来とると、剣から起きていると、剣が元だといつも言われていたそうです。この大先生の剣を、この杉野先生は剣先が生きているって言うんですよ。剣先がちょこちょこっと動かすんですって。そして入っていく。香取神道流を学んでいる杉野先生が見ても大先生の剣術すごいと言っておられました。そしてその大先生の合気道というのはやはりね、生きているって言うんですよ。生きている、型がありそうでないんですって。臨機応変なんですって。ですから竹武細工って言うんですよ。技はどんどん増やしていけると。型があるようでない、臨機応変に動けるのが大先生の優れているところ。見ただけですぐに吸収するんですって。鹿島新通りもそうですよ。赤澤善三郎さんに行かせて、そしてそれを見て全部吸収しちゃう。これが大先生の凄さではないかというふうに、この、杉野義雄先生もおっしゃっておられました。今回は戦前の内弟子のお一方でございます、杉野義雄先生、ご紹介をさせていただきました。このあたりでご無礼を。元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさー